Record 10, Travel FM, Web Radio, starring Your Song is Good, System of Change Notes。改めましてインターネットラジオ楽天トラベル FM 旅と音楽パーソナリティ Your Song is Good の斉藤 JJ 潤でございます。さあ今回はチャットモンチーのお二人をお迎えしております。こんにちは、チャットモンチーのギターボーカル橋本恵理子です。いや、よろしくお願いします。お願いします。ベースの福岡紀子です。よよ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 よ、待ってましたありがとうございます。はい、ということでね、QI ツアー、はい、6月の話ですね。そうですね、はい、ありがとうございました。まあ面白かったですね。面白かったです ね、やばかった。すごかったです。イワソンが出る前の気合い入れのテンションやばかったですね、うん、すごい。あれそうだった、男バンドやって感じしました。じゃあそれ、うん、そういうやつ本当はもうやりたくないんだけど、うん、そのパーカッションの松井くんが、うん、ほら後から合流してるもんだから、うん、やりたくてしょうがなくて、うん、毎回付き合ってるんだけど、うん、やっぱりそういうやっぱこう行くぜみたいな感じ出てるんですね。出てましたね。出てます。だからいやいや言いながらもやっぱ出ちゃってるんですね、そういうなんかその勢いみたいのが、うん、そうか、まだまだだな。でもあとあの楽屋でみんなあの出番直前もすごい、はい、なんていうんですか、話してましたね、ずっとなんかくだらねえノリみたいなやつをね、すごいくだらない話して、ね、何か忘れちゃったけどなんかね、そういう話してたね。そしてなんかあの私がそのイワソンの楽屋行ったら、え、大丈夫、みんな今ストイックタイムとか聞かれて、ね、ストイックタイムってなんすかそのだからなんかあるじゃん、ライブに向けての話しかけないでくださいみたいな、うん、ストイックタイム、これがストイックタイムなんだけど、うん、その間違えて声かけがちっていうか、うん、楽しくなっちゃって対話の時とか、うん、その辺をちゃんとこう、もうさすがにさ16、17年やってるから、うん、見極めたいんだけど、まあ、見極めるたいって言ってる割に聞いちゃってるけどね。そうそう、結構ストイックタイムですかって。そうそう、聞いてた。それ迷惑だよね。だとしたらね。なんかでもストイックタイムなさそうに見えましたけど。はい、我々ですか。はい。我々ね、ないですね。やっぱないんよ。なんか笑いのストイックタイムありますよね。あ、笑い、そうね。そっちでなんかこう整えて臨むみたいなのはあるかもしれない。なんかめっちゃ頭使うねん。楽屋おったら。なんか。十二一重のなんとかとか言ってたよな。なんだっけあれ、十二一重の着物をどうしてんだ、うん、なんかあのアイロンかけてるのかっていう話を、そうそうそう、本番直前ですよあれ。そう、十二一重の管理どうしてんだ的な話よね。だからそのそれなんかもうみんなボケろよみたいな雰囲気になってて、これ誰が処理するんやみたいな。あれね、すごいと思います。あれはね、しんどいわあれは。いやでもチャットモンチーもさ、なんかこうありましたよ、独特なノリが。あ、本当ですか。うん、自分のバンドあんま気づかんというか、まあ普通、それが普通と思っちゃってるかも。そうそうそう、今だから言われて、うん、そっかって思う話がやっぱいっぱいありましたからね、さっきの、うん、エンジン組むとかもそうだけど。そうチャットは、うん、廊下とかも僕の印象では、うん、そのチャット仕様になるじゃないですか、多分そのツアーをずっと繰り広げてきたから、うんうん、あの設計されたなんかこう、うん、チャット専用みたいなものになっていくとか、うん、ライブハウスが、うん、その辺がねすごい面白くて、なんか人んち来たみたいなテンションになってたんだよね、多分我々。そうなんや。衣装ケース、そう、衣装ケース置いてあってさ、うん、なんか、うん、そうお邪魔します感があって、うん、で結構人んち行くとお礼とかめちゃめちゃ観察しちゃうからすごい楽しくて、うん、ありましたよ、それね。そうです。そうで、ほらあの差し入れじゃないけど地元の食べ物が置いてあったりする、うん、あれが洒落てんなと思って、サンドイッチハンバーガーみたいなやつね。そう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 、あれすごい美味しかった。細野サンド、細野だっけ、なんかそういうの、細野バーガーだっけね、うん、そうそうそう、細野だよね、なんかあんまピンときてるんですよ。細野これ違ったら、ね、仙台と違ったらすいません。でもなんか細野だったよね。細野だか細野だったんですよ、ね、あれを、うん、あの持って帰りませんでした、あれすっごい食べたな、あれみんなで。なんかあんな山積みの、みたいなハンバーガー久々に見たっていうか、ね、でなんかさ、あの細野バーガーのさ、うん、通称さ、ここだ、ここでもう決めちゃうけどさ細野バーガーのさ、あの良さはさ、うん、
冷えた美味しさじゃん。あ、確かに、ね、熱々のバーガーの美味しさじゃなくて冷えた美味しさでしょ、うん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 、あれをすごい噛み締めてたんだよね。わかる、うん、じゃあ中がね湿気てんすよね。そう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 。これ褒め言葉だよね。これ褒め言葉なんですよ。なんかこうしなっとしてて、うん、めっちゃ美味しいんですよ。そうそうそう、まあ、これ懐かしい感じ。そうそうそう、今あんまりこう味わえない感じっていうかさ、うんうん、ラップでぎゅうぎゅうになっててさ、うんうん、そうそうそう、いいよねあれね、うん、よかったですね。よかったです。ライブの話全然しないです。いやでもなんかライブ楽しそうやなって感じは伝わるんじゃないですかね。そうだね、なんだライブが一番ストイックですもんね、うん、そうだね。だからそこはストイックタイム、そうだね。そ, れれ、まあ、そこはお互いをねやることやって裏でも楽しんでいたよっていう感じでしたね、うん、まあ、楽しませさせてもらいました、うん、僕らからしたら、はい、素晴らしい対バンツアーですよあれは。ありがとうございます、はい、またお願いしますね。横で見ててめっちゃ良かったです、はい、どんどん、うん、どんどんなんかすごかったですね。ほんまに思いました。なんかね、私結構もう途中で息切れしたりとか、はい、なんか最後の方でシュンみたいなのありがちなんだけども、うん、なんかもうそういうのが全然ない。すごいなと思いました。ずっとどん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 いいから、うんうん、登っていく感じ、はい、うん、出てました。すごかったです。なんか途中でここどこってなりましたもん。どこってなった、うん、どこか分からなくなった、うん、気持ちのいい回ですね今回。褒めていただいて。 あと T シャツもね、はい、あ、そうそう、えっちゃんがもうがっつりパクりたいって言ってました、うん、大好きなの T シャツ。あの T シャツね、あのイズグッドって、うん、だってイズグッド、ね、誰でも使えるじゃないですか。そうなんです。ちょっともうイズグッドだけ後ろだけチャットにして、うんで、うん、もうあれ大好きすぎて、うん、めっちゃ着てますよ普段から。本当、うん、あれのじゃあチャットバージョンを作ればいいんじゃない。チャットもイズグッドでいいんですか、うん、で、あの人に書いてもらって。うわ、ノンチェリーくんっていう人。ノンチェリー、ちょっとメモってください、はい、福岡の、福岡の、はい、福岡のね、そう、天才アーティストです。自分もあの音楽やってる人なんですけど、絵も、うん、ああいう絵を描く面白い人で、あの日にすごい可愛いですねって言ったら、もう Your Song いらねえんじゃねえかって言われたって言ってましたよ、うんうん、そうそうそう。すごい可愛かった。Good でいい。そうそう、It's good でいいんじゃないかって。発想がやばいですよね。すごいと思いました。そうそうそう、まあ、ちなみにチャットモンチライブもですね、はい、すごかったです。もう今のこのオリジナルスタイルだよね、もはやね。この2人がいて、うん、乙女ダン、はい、男陣、そう、全部で6人でやってます ね、うん、でこういろんな組み合わせがあり、はい、2人だけのバージョンもあり、面白いですね。ありがとうございます。ありがとう、すごい綺麗にまとめていた、ね、まとめるね。まとめるなさあ、そして10周年ですから、5月にアルバム共鳴リリース、そして10月からワンマンツアー、はいはい、男女6人6カ所巡り、はい、いいタイトルですね、はい、そうなんです。11月にはそして武道館、はい、チャットモンチのすごい10周年 in 日本武道館。このツアーと、まあ、武道館ってこれどんな感じになりそうですか。 QI ツアーがその10周年の最初の大きなものだったから、はい、なんかそれでなんとなくこう掴んだというか、あ、もっとなんか結構いろいろできるなっていうのもよく分かったから、あの過去の曲もできるし、だからそういうのもっと駆使した感じで、はい、もっと良くなると思います。いいですね。ぜひぜひ皆さん楽しみにしておいてください、はい、来年の2月には徳島でフェスも。タイトル言ってもいいですか、これ。言ってください。チャットモンチーの徳島コナソンソンフェス2016、みなおいでなしてよ。毎回面白いね、タイトルが。チャットはこれこだわりどころですか、うん、えっちゃんが割と変なの考えてくるんですよ、うん、言いたくなるようなのがいいなって、うん、あと聞いた時に何だろうって思う感じの方がいいかなって、うん、今完全にそうなってますよかった、成功です。よかった、うん、なんか10周年やし、うん、なんかそろそろちょっと徳島になんか、うん、貢献したいなとかもちょっと恩返しとかもしたいし、うん、あとやっぱり徳島ってね、うん、バンドマン知らないでしょあんまり。そうね、知ってるって言ったら嘘になるね。なんかね、やっぱその10年やってきて、それがすごい身に染みたんですよ、うん、あ、意外と徳島って、うん、まあ、ツアーにも入れられにくいというか、うん、とかどういう感じで徳島のお客さんと接していいかわからんみたいな人結構いるから、うん、そういう人のアーティストの人にも徳島のいいところをちょっと知ってもらいたいなみたいなのが
結構同じぐらいの目標であって、地元の人に楽しんでもらいたいこと。